こんにちは。今日は3月20日です、ミニバラの剪定ね、結局できていません。というかできている子も少しはあるんですよ。できている子すごいですよね。葉っぱが綺麗です。とてもね綺麗にと剪定しないといけませんが、一部ねこの長い子と長い子、これはね折り曲げ剪定しようかなと思っています。この葉っぱは取ってあげて、これをねこう折り曲げて剪定をして終わらそうかと思います。ちょっと今パキッていったでしょ。そんな感じで、はい、パキッとこんな感じで折り曲げて、そしてそれでね済まそうかと思っています。どんなになるでしょうかね。これでね裂けばいいですよね。この縁のとこでよっと押さえて、ぐっと押さえてね、折っちゃダメですよ。折り曲げてという感じで、はい、折り曲げて剪定をこれで済ますという感じにしてみようと思います。どんなになるでしょうかね。ミニバラに関してはこうしてみようと思います。こんな感じですよね。こちらも折ります。あ、見えないかな。パキッていう感じですね。ちょっとパキッと、はい、口が開いたぐらいな感じに折り曲げてみます。次にタマラ・コルダーナちゃんですね。ベーサルが出てますね。ベーサルがね立派なのが2つ出てますよ。はい、そしてねまだ ベーサルが出そうな子もいますね。画面真ん中ですね。そしてですね、今回このこれ折り曲げ剪定と言ってしまいましたけど、本来の折り曲げ剪定は葉っぱをつけたままですね、曲げて、そして、その栄養で芽を出させるというもので、これはね異例です。葉っぱ全部ちょっと取っちゃってますから、これは折り曲げ剪定とは言いませんね。はい、なんちゃって剪定でございます。ちょっとね折れてる部分もあったりしますのでね、これでねどのように咲くか、はい、実験です。楽しみですね、こういった実験もね、お家ならではのことです。はい、タマラ・コルダナちゃんの剪定でした。グリーンアイスちゃんです。グリーンアイスちゃんね、病気に強い子なので剪定せずにねこのまま伸びてもらおうかと思っています。こんな感じですね。で今日は3月20日ですね。お彼岸になっています。これねちょっとね葉っぱがちょっとね薄いですよね。クロロシスかな。そしてねこの葉っぱを落としました。でそのままの状態です。でもね綺麗にね、まあ、花、去年の花ですけどね咲かせています。そしてこちらですね、こちらは富士山フォーエバーです。見てください、つぼみがついてます。こちらのフォーエバー全てにおいて言えることなんですけれど、全部ね葉っぱを自分で落としました。どの子も、まあ、薄いですけどね。ではリキダスをあげてみました。ちょっとね葉の色が良くなったような感じですね。こちらはダークピンクインフィニティですね。こちらもね本当色薄いでしょう。でもこの辺ね回復してきたみたいですね。リキダスで回復してきました。こちらのプリンセスオブインフィニティちゃんもですね、このようにねちょっと色が回復してきましたよ。この辺りまだ痛々しい葉っぱの残った子ですね。傷んだ子ですね、冬にね。剪定してませんから、こんな風に冬痛むみたいですね、寒かったら。ごめんなさい。10年ぐらい経つフォーエバーローズです。バレッタフォーエバーですね。こちらの方は、剪定をしてますから、すごい灰色がいいですね。こちらも3でもフォーエバーちゃんですね。こちらもミニバラですけれど、綺麗に葉が揃ってきました。こんな感じで、こちらはローズ中島さんのラルーチェです。ラルーチェさん
ちゃんね、移植してきたんですけれど、ここがね、1日にね、1時間当たらないところなんですよね。なのでね、日弱でね、それまでも、いい場所があげれなくてね、鉢で育ててた時はね、すごく良かったんですけれど、こちらに来てからこんな状況です。なのでね、この子は、はい、剪定しないことにしました。剪定しない選択肢もありかなと思っています。こちらはツルフレンチレースちゃんです。こちらもね、日当たりが悪いのに頑張ってね、ここにいてくれてる子です。というのはね、実はこちら、見ていただけるとわかるんですけれど、真ん中にね、枯れたような枝があるでしょう。あそこから出てきてるんですよね、はい、2つね、出てきて、ケナグネもね、去年つぼみをつけてくれました。縦じわができてね、ほとんどね、移植してきた時は諦めていましたけれど、こういうふうにね、頑張って、細いですけどね、出てきてくれてますよね。なのでね、この子は葉っぱも取らないまま、休眠させてはないんですけどね、この子はもうこのままそっと見守ることにしました。この子も剪定しないことにしました。